ベガパンクが世界に対してどこまでのことを伝えるのかもう自分が理解していること分かっていることを全部伝えるのかどうかみたいなね。 さあ、1108は、応答せよ、世界世界に対してメッセージみたいな話ま、あここは、ちょい店にあった部分ですけども、待て待てと。なんなのこいつ、濡れ髪のカリブ。前回の終わりの続きみたいな感じですよね。そうだ、待っちゃってくれよ。確かに海賊だが、ここは政府の島だぞ。提徳の命を狙う者は多い。ま、あちょっとね、警戒しているって感じなんですよね。ただ、古代兵器のね、情報を二つ持ってるわけですから、これは、話は聞いた方が、黒ひげ海賊団にもメリットはあるでしょうと。 感じて違う信じてくれよと、えー。あんたらここで俺を殺したらティーチ様に頭かち割られちまうぜと。おお、なぜだ。俺が誰にも得難い情報を持っているからだと。さあ、説明パートを入りますね。考察好きはこれね、説明されなくてももう知ってるっていう話ですけども、みんながついてこれるように説明パートが分かりやすく入る時があると。神の名を持つ古代兵器、その一つポセイドンは魚人島の王女、白星姫の力を示すと。さらにもう一つプルトンは宇和の国の地下に眠っている。この二つのありかを知ってる奴はこの世に麦わらの一味と俺くらいのもんだと。ただこの この情報を、カリブがここで、行っちゃったら殺されちゃうよね、多分ね。だから、ちゃんと合わしてくれたら、それを言うっていう話なのかな。ティーチ様に合わせてくれたら、その情報を惜しみなく提供する。きっと喜んでいただけるだから連れてってくれ。必ずあんたらの役に立つと。あーもうここで終わりなんだ、カリブのところは。で、海岸から距離を取れパシフィッサに温泉するな。クソバブルシールド、なんで俺たちが海軍特殊科学館の力を思い知らされなきゃならねんだと。ボニーによって、 で、意見順位がね、上書きされたパシフィスタと海軍が、ま、争ってるけど、なんか全員の名前判明みたいな話か。張り切れねえんだよ倒しても損失、倒されるや理不尽。ブルーグラス中将バスターコールの中止もあり得るが、前代未聞だが、ハウンド中将海賊にパシフィスタの意見を持たせたのはベガパンクだろう。中止なんかありえねえ。ギロチン中将物騒な名前の中将もいるな。あ、ドーベルマン中将もね、出んのね。 やつは完全に政府への反乱分子滞在人だまずパシフィスタをこちらの戦力に戻すことだ海賊ジュエリー・ボニーの首を取れああまあそうなるわな中将たち持ち場を離れジュエリー・ボニーを抹殺せよなんかさちょっと分かんないのがさ意見順位同列なやつだと上書きできないとかっていうのとかあるじゃないですか え、これってさ、もう、ボニーがさ、パシフィスタに命令した時点でさ、もう誰が命令しても上書きできねえってことなんじゃないのそのボニーが死ぬこともパシフィスタは判断できるってことなのかなボニーが一番意見順位上なんだったら、このまま生きようが死のうが、もう、その最高クラスの意見順位のやつから命令が来てんだから、五老星だろうが、ベガパンクだろうが、もう書き換えできないんじゃねえのって思っちゃうんですけど、そうじゃないのかな殺せば大丈夫になるのかな奴はファビリオフェイズの中央都市から北東の海岸へ逃走中、ジュエリーボニーを抹殺 よと了解こちら土佐ああんかちょっと強そうなやつ出てきてるよ海軍本部中将ト土佐でに標的な背後に実行に移すとこの爪は装甲も食いちぎる10本の志願土佐神まあなんか犬犬のみモデル土佐犬みたいなことなのかなプギャーああこの斧は なんで巨人族がこの島に、あここで助けてくれるんだ。あ、でもフランキーは会ったことねえから、急いでるのに新たな敵がガババ、お前たちは誰だと。ロリーとブロギーがボニーのピンチを助けてくれるという状況が生まれてます。増えたメンバーは手配所で確認したが、一人もおらんようだ。島の研究員か。で俺たちは麦わらの一味を迎えに来たと。 もう明確にね、麦わらの一味を助けに来たっていう、エルバフに迎えに来たっていう目的があると。会うルフィならうちの船長だが何の恨みだと。増えたメンバー手配書で確認したがって言って、フランキーがここにいることに気づかないってことはあれだよね。フランキーのあの、サニー号の手配書を見てきてるから、フランキーがフランキーだと気づかねえって話なのかな、これ。いや、感謝こそあれ、恨みだとないと。我ら、エルバフの戦士、奴らの仲間なら惜しみなく守ろう。ルフィとサンジとベガパンクがまだ島の真ん中にいるんだ。助けてくれるのか。 恥ずかしいなだもちろんだとベガパンクとはあの学者が言ってた男だなでそいつら船まで運べ先を急ぐのえっこれなんだベガパンクとはあの学者が小原の誰かかそれともサウロのこと言ってんのかな ベガパンクとはあの学者が言ってた男、エルバフのドリーとブロギーが知る、ある学者がベガパンクのことを話してて、それを伝え聞いてたっていう話なんだね。ちょっとわかんないね、この段階では。味方かウソップがいつも師匠っつってんのあいつらのことかと。あーで、また中将が。 中条の名前どんどん出てくるな。通信が切れた。ウルバン中条。帰り家か、えー、巨人に会ったか、俺は都内に行く。ポンスキー中条。これ覚えらんねえな。ブルーグラス中条、ハウンド中条、ギロチン中条、で、ドーベルマン中条、トサ中条、ウルバン中条、ポンスキー中条。 なるほどなるほどなんか名前に統一感あんのかなこれ北東の海岸にはエルバクの船がと巨人の強さもピンキリで戦ったことは20年以上前上司が巨人だったわだったサウロかいあいつは強かったねサウロの話してるな他の仲間たちはどこに雲の上に研究所があってそこにいる空島かいやすぐ上の姉あ,あー来ましたサタン製サイドルフィサイド逃げねえと助からねえじゃねえかあーなるほど レガパンクがね、動いたら死ぬって言ってたんだけど、逃げねえと助からねえから行くぞみたいな感じで言ってんのか。俺たちが島から脱出させるって約束しただろう。う頼んだ私じゃが覚悟を決めた、ここで守るべきものがあるのだ。ボニーの意見のことはもう少し大人になってから伝えたかった。当然命を狙われる、守ってやってくれる。ぶん人間の部分、あーなんか、サタン星、なんか、人獣型獣型みたいになってるのかなめっちゃ怖いけど、サタン星。 ずいぶん人間の部分が減ったな。目つきが妙で、毒でもまとってるのか。よけろ、ルフィと。あー、キザル。キザルがめちゃめちゃ蹴ってきてるけど。サンジ、そのままおっさん連れてけ。一人で二人相手にするつもりか、ルフィは。あーベガパンク、後ろからキザルにやられた。これ、やばいんじゃねえか、もう、さすがに。 デガパンク死ぬな、これ、ステラ。リンゴのおっさん、38で島の裏口。いや、守ってやれねえか、ルフィとサン時。クソすまん、デガパンク。いやー、なんかアイスタイムカプセル的な技でやってくれよ、これ。お前らは逃がすわけねえだろ。 あー、二人とも捕まえてね。うわなるほどな。なんか、サタン星、キザル VS、ルフィンジの2対2みたいな感じになると思ったら、もう、おっさん連れて逃げろって言ってンジを逃がして、ニカ対、キザルサタン星の1対2みたいな構図になりそうってことか。まあ、あボニーがニカになったら、ニカとニカ対、キザルとサタン星みたいになるのかなえ。ちょっとわかんねえけども。おい、ベガパンク、おい、死んだのか。おい、なんで笑ってるうわ、なんで笑ってるの、ベガパンク。なんか D の一族みたいな話。あー、もしもし、テスト、テスト。 世界世界応答せよ。ええー、私はドクターベガパンクしがない天才科学者だ。これから残すメッセージにみんな驚くと思うが、それが世界の真実であるトンうわー、なるほど。 最後の最後にタイトル回収でしたね。ベガパンクが後ろから思いっきりサタン星に刺された状態があって、まあ心臓じゃない方を刺されてるから、まあギリ大丈夫じゃねえかみたいなね、話をライブでしてた記憶がありますけども、それが2個前か。で、前回動かしたら死ぬっていう表現があったんで、これ動かさなければなんとか生きながらえることできるんじゃねえかっていう希望を持って考えていってたんですけど、今回、キザルにボーン 打たれて、なんで笑ってんだみたいな話があったんで、まあこれなんとなくですけど、死の間際に笑う人間っていうのを表現してるのかなっていうね。 でまぁ、あ、D の一族が死の間際に笑うだけじゃなくて、ベルメールさんとか、キルルクとか、D じゃない可能性が高いキャラクターが笑ってる描写っていうのはあったんで、でしかもなんかこう、誰かに意思を託すとき、愛する人に意思を託すことができてるキャラクターは笑うっていうなんか感覚はありますけどね。っていう状況で、世界に対して、デンデン虫を介して、映像デンデン虫なのかな 音声の伝電虫なのかわかんないですけど世界に対してこれからメッセージを残すということでございますと。 で、まあね、お原編とのリンクっていうのが、まあ数多く描かれている状況で、今回もサウロっていう名前を小田先生が誰かに言わせてるってことは、まあお原のあの辺との共鳴がありますよというか、共通点がありますよっていうメッセージにも感じるんですけど、まあお原のところでは、ロビンの過去編で、まあアイスタイムカプセルを食らって死んだと思っていたサウロが生きているっていう描写があったんで、まあ希望的観測で言うと、このキザルの攻撃が実は、 嘘であってほしいみたいなね。そういうアイスタイムカプセル的な技であってほしいみたいな、ありますけども。まあなんかこれはドーン、ドスって言ってるからな、効果音も。しかもなんか刺されたところをもう一回撃ってるみたいな感じだよね。この辺だったよね、確かね。サタン星に刺されたのもね、左じゃなくてちょっと右のこの辺みたいなんで、ちょっと右の下ぐらいね。いや、このベガパンクが世界に対してどこまでのことを伝えるのか、もう自分が理解していること、分かっていることを全部伝えるのかどうかみたいなね。だから次回がやばいね。 我々はなんかうすうす気づいてるじゃないですか。ベガパンクがどの辺までたどり着いてるのかとか、小原の学者がどこまでたどり着いてたのかって、我々読者はわかってるんですけど、ワンピースの世界の中の人間っていうのはそれを知らない人がほとんどだから、我々読者が知ってることをただ単にベガパンクがワンピースの世界の人に言うだけなのか、あるいは我々読者も知らない何かをベガパンクがたどり着いてて、それを来週知れることになるのか、みたいなね。後者者であってほしいいいみたななね我々読者も知らない真実をベガパンクに語って 欲しいみたいなねそういう希望はありますけどもあ、光で焼いて止血した可能性とかね全く同じところだから止血してるんじゃないか説っていうのが一時的に心臓を止めたとかねレーザーで止血止血派が結構多いね全く同じ傷を狙ってるってことはレーザーで焼いて傷を止めるというかね出血を止めて 少しこう長持ちさせようとしてんじゃないかっていう話か。いやでもなんかそれもなんか可能性あるね。本当だったらもうベガパンクは動いたり喋ったりしたら死ぬんだけど、キザルがレーザーを今回やってくれたから世界に対してメッセージをこう発することができるみたいな。なんかそんな流れだったらなんか、キザルをちょっと見直しますけどね。キザルが本当にベガパンクを攻撃できるのか、ボニーを殺せるのかっていうのが、なんか微妙にわからないようになってんだよね。 で、このベガパンクが世界に対して、えー、何を伝えるのかっていうので、まあ思い当たる節といえば、まあ現実世界でいうところのベガパンクのモデルになっているであろうアインシュタインが娘に対して手紙を残していると。で、それっていうのが宇宙の中で一番巨大で一番無限の可能性を秘めているのは愛っていうエネルギーなんだっていうあの天才科学者アインシュタインが愛の力っていうのが一番すごい力なんだエネルギーなんだっていうのを娘に対して でこう、えー、伝えているっていうね手紙としてそれが残ってるっていうことがあってそれを紹介させていただきましたけどもまあなんかサンジがねあの愛は光よりも強いとか、えー、なんかその辺にかかっていることなのかなとかであとは古代のエネルギーと愛のこう関係性みたいなのがなんかこう濃厚になったのかなっていうね感じで前回のライブとかでもね話させていただきましたけどアインシュタインが娘にあてたこの手紙っていうのがワンピースの根本にこう絡んできそうな 感じがすると。私が相対性理論を提案したとき、ごく少数のものしか私を理解しなかったが、私が人間に伝えるため今明かそうとしているものも、世界中の誤解と偏見にぶつかるだろうと。必要に応じて何年でも何十年でも私が下記に説明することを社会が受け入れられるほど進歩するまでお前にこの手紙を守ってもらいたいと。だから相対性理論を発表したときも、世界中の誤解と偏見っていうのをこう浴びせられたと。で、今から発表するこの宇宙の真理、結論っていうのも、相対性理論 と同じように誤解と、えー、偏見にまみれてしまうだろうとだから、えー、10年でも20年でも世界がそれを受け入れられるぐらい進歩するまでこの手紙を預かっててくれっていうもう先手だよね <laughs> さあそして現段階では科学がその正式な発表を発見していないある極めて強力な力があるとそれは他のすべてを含みかつ支配する力であり宇宙で作用しているどんな現象の背後にも存在ししかも私たちによってまだ特定されていないこの宇宙的な力は愛だと 科学者が宇宙の統一理論を予期したとき、彼らはこの最も強力な見知らぬ力を忘れたと。愛は光である。それは愛を与え、かつ受け取るものを啓発する。愛は引力である。えー、なぜなら、ある人々が別の人々に引きつけられるようにするからだ、えー、愛は力だ。なぜなら、それは私たちが持つ最善のものを増殖させ、人類が盲目の苦手さの中で絶滅するのを許さないからだ。えー、愛は展開し開示する、えー。愛のために私たちは生きまた死ぬ。愛は神であり、神は愛だと。 もう、愛イコール神。神イコール愛とまで言ってんだよね。この力はあらゆるものを説明し、生命に意味を与える。これこそが私たちがあまりにも長く無視してきた変数だ。それはおそらく愛こそが人間が意志で駆動することを学んでいない。宇宙の中の唯一のエネルギーであるため、私たちが愛を恐れているからだろう。愛に死人性を与えるため、私は自分の最も有名な方程式で単純な代用品を作った。E イコール m c 二乗の代わりに、私たちは次のことを承認する。世界を癒すエネルギーは高速の二乗で増殖する愛によって 獲得すするるるこことととがががででき愛愛にには限界がないいたため愛こそが存在する最大の力であるという結論に至ったと私たちを裏切る結果に終わった宇宙の他の所力の利用と制御に人類が失敗した今、私たちが他の種類のエネルギーで自分たちを養うのは急を要する。もし私たちが自分たちの種の存続を望むなら、もし私たちが生命の意味を発見するつもりなら、もし私たちがこの世界とそこに居住する全ての近く存在を救いたいのなら、愛こそが唯一のその答えだと。 おそらく、えー、私たちにはまだこの惑星を荒廃させる憎しみと身勝手さと貪欲を完全に破壊できる強力な装置、愛の爆弾を作る準備はできていない。しかしそれぞれの個人は自分の中に小さな、しかし強力な愛の発電機を持っており、そのエネルギーは解放されるのを待っていると。 え私たちがこの宇宙的エネルギーを与え、かつ受け取ることを学ぶとき、愛しいリーゼル。私たちは愛が全てに打ち勝ち、えー、愛には何もかも全てを超越する能力があることを確信しているだろう。なぜなら、愛こそが生命の真髄だからだ。私は自分のハートの中にあるものを表現できなかったことを深く悔やんでおり、それが私の全人生を静かに打ちのめしてきた。おそらく謝罪するには遅すぎるが、時間は総合的なのだから、私がお前を愛しており、お前のおかげで私が究極の答えに到達したことをお前に告げる必要があるのだ。お前の父 アルベルベトアインシュタインこれは知ってるでしょ小田先生ね。<laughs> セリフ回しがそうじゃんね。愛は光よりも強いとかね。で愛は引力だとかね。その、ルフィが持っている人を引きつける力とかも、愛というね、えー、一文字で置き換えることができるんじゃないかというね。で、ベガパンクがそこら中にエネルギーが満ちてるじゃないかって言ってたのは、えー、おそらくは愛のことなんじゃないかとかね。これをさ、アインシュタインが言ってるのがかっこいいよね。 これをさ、その物理学者であるアインシュタインが言ってるのが、なんか刺さんだよななんだね。アインシュタインがたどり着いた究極の結論っていうのは、世界が理解するにはまだ時間がかかるだろうっていうね。えー、だから何年も何十年でも、 世界が追いつくまで。これもなんか500年先を行くベガパンクみたいなのになんかちょっと通ずる部分もあるよね。世界の認識とか理解とかっていうのが、えー、追いつくまで。この手紙を守ってい,ていってほしいというね。手紙を守るという。これもなんかこうワンピースっぽくて、えー、しょうがないというね。そのベガパンクが発表しようとしていることは、世界の真実をもう世界中の人に伝えるっていう、まあ発表だよね。だから相対性理論の発表みたいな話だよね。まああるしね。だベガパンクの 発表するその世界に対する真実っていうのをみんながどういう感じになるんだろうねなんかこうベガパンクの言うことだからえ例えばこれ世界政府は悪でえ空白の百年をえ生み出すためにこんなとんでもないこう殺戮を繰り返してきたみたいなのとか本当は神でもなんでもないただの人なんだみたいなことをえ発表したとしてベガパンクが言うならそうなんだ政府を滅ぼせみたいな空気感になるのかえそれともなんかこうね その情報っていうのはなんかこう、またこう、潰されることになるのか。なんかその辺がちょっと、こう、気になるところですよね。あの学者ってね、あの学者もちょっと気になりましたね。クローバー博士みたいなこと言ってんのか。サウロが、えー、オハラの事件の後、考古学を受け継いだみたいな話なのかなそれか。クローバー博士とか、その、ニコ・オルビアとか、その辺の意思を受け継いで、海軍を辞めて、エルバクに隠れて、学者になったみたいな。 それが一番自然な流れっぽいですけどね。世界をより良くしようとする動きになりそうじゃん。サウロの性格上。そうなってくると、その小原の考古学者を、の意思を引き継いで、自分も考古学者になってるっていうのが、なんか一番綺麗な感じはするんですけどね。学者の中に生き残りがいるかいないかとかかと。まあ、あの戦火の中でサウロだけがアイスタイムカプセルを食らってたから生き延びられてたみたいなね。そんな感じだとは思いますけど。